光による現象第3章。今日は、凸レンズの働きについてやっていきます。そうそう、これね、凸と呼んで、凸レンズ。はい、この凸レンズってどんなレンズなのか。真ん中がね、膨らんでいるレンズで、ルーペ、まあ、虫眼鏡なんかで使われているレンズです。さあ、この凸レンズ。何か見たいものを拡大したい時に利用したりするんですね。 拡大して物を見ることができる。そしてね、もう一つあるんですよ。これちょっとピンとこないかもしれないんだよな。スクリーンに物体の像を映し出すことができる。どういうこと,とこれカメラとかね、この突レンズを利用して作られているものなんですよ。まあ、どういうことかっていうとね、まあこれちょっと今日詳しくやるんだけど、えー、例えば、 簡単なイメージよ。簡単なイメージ。まあ、こう、突レンズがあるじゃん。えー、じゃあ、こう、映したいもの。じゃなんかね。えー、じゃあ、まあ、いいや。じゃあ、こう、物体、これ映したいよ、と。えー、で、この物体に光が当たって、まあ、反射されて、この突レンズを通った光っていうのは、屈折して、ここにね、例えば薄い紙とかこうやって置くと、まあ、これのことスクリーンって言ったりするんだけど、ここに、 物体の像が映し出される。これをね、利用したものが上のこの丸一年、ね、カメラなどに利用されているんです。まあちなみにね、この像って書いてあるけど、これは物体はね、ここにあるわけじゃないけど、ここに映ってるように見えるよと。それのことを像と言うんでしたね。はい。ということで、こんな風にね、トスレンズを利用して作られたものっていうのがね、 結構身の回りにあるんで、まあそんな身近なね、凸レンズについて今日は学んでいきましょうということです。ちょっとみんな思い出してください。小学校の時にさ、虫眼鏡を用意して、下に黒い紙を置いて、太陽の光によって紙を焦がしたり、燃やしたりしたことあるんじゃないですかね。 小学3年生ぐらいの時かな理科の授業で。なんかやったことありませんちょっとそれの説明します。もう一度復習ですよ。はい。これ、凸レンズ。はい。凸レンズに太陽の光を当てますと。ちょっとこれ横になってるけどね。まあ、太陽本当は上にあるけどね。ちょっと横にして考えてみます。はい。そうすると、太陽の光は平行に入ってくる。ええと。でね。空気からガラスとか。 ガラスから空気ってさ、質の違う物質に入るときっていうのは光は屈折するんでした。はい、屈折しますよと、と、えー。ここで屈折して、はい、進んでいきます。で、このまままあ、こう進んでいくと。もう一本ぐらい書いとくか。ビューっとかはい、進みます。はい、トスレンズ入って、はい、屈折します。 結い、ですね。見やすいように2本しか書いてないけど。はい。まあ、こんな風に、太陽の光、光線が入ってきたと。はい、そしてね、ここですよ。ここ。ある一点で、太陽の光がわーっと集まってくる場所があるの。その点に、黒い紙とか置くと、その黒い紙は、 燃えて焦げてしまうんですよ。で、この点のことを、はい、ここです。突レンズの真正面から平行な光を当てると、はい、こうやって当てると、光線は突レンズで、はい、突レンズで屈折して一点に集まる。はい、これを、焦点と言います。焦点の焦の字。これ調べてみてください。焦げるっていう字です。 ここに紙を置くと焦げますよという点ですね。はい、これを焦点と言います。さあ、この焦点。今、こっちから光当てましたけど、もちろんね、凸レンズこっちから当てても同じですから、焦点は2点あります。はい、ここと、はい、ちょうど、この凸レンズの真ん中に対してちょうど反対側にも焦点があります。はい、だから、ここ焦点ね。はい、そして、凸レンズに対して対象のこの反対側にも焦点があると。 いうことです。2点あります。そして、この凸レンズの中心、凸レンズのちょうど真ん中、ちょうどここね、はい、ここから焦点までのこの間、この今青くなった部分、はい、この部分を凸レンズの中心から焦点までの距離、 はい、これを、まあ、そのままなんだけど、焦点距離と言います。この青い部分。はい、ここがね、焦点距離ね。で、この突レンズ。真ん中が膨らんだレンズと言いましたが、厚さはそれぞれあるはずですよね。こっち薄いレンズ。こっちは厚いレンズ。さあ、薄いレンズと厚いレンズで何か変わるのか。ちょっとやってみましょう。 さあ、じゃあまた、左と同じように、この熱いレンズに、太陽光線を当てていきましょう。まあ、たくさんね、太陽光線描くわけにはいかないので、えー、これと同じように2本描きましょうか。はい、こうやって太陽光線入りましたよ、と。光線っていうのは、質の違うところに入るとき、出るときっていうのは、屈折をするんでした。はい、じゃあここで屈折。はい、そして、じゃあもう1本ぐらい。はい、こうですね。 はい、ここに入って、屈折。はい、焦点できました。はい。ある一点で集まる。はい、ここが焦点です。さあ、何か違いがありますかね左と右で。どうですかそう、これね。焦点距離ちょっと注目してくださいよ。はい、レンズの中心から焦点までの。 間ここどうですか焦点距離レンズが薄い方が焦点距離は長くレンズが厚い時っていうのは焦点距離が短くなってますねそういう違いが薄いレンズと厚いレンズではあるはいということでちょっとここに書いておきましょう「厚いレンズほど焦点距離が短い」というふうになっていますね はい。ということで、凸レンズの焦点。はい。こんな風になっています。ちょっとここでね、これ今作図したけどさ、気になった人いますえ、これ屈折、ちゃんとうまくやってるのと。ちょっとね、これね、アバウトに書いてるんですよ。ちょっとどうしようここに書こうかな。えっ、ー、とね、えー、凸レンズこうやってあるじゃん。こうやってありますよね。ちょっとここを拡大したと思ってください。えー、本当はさ、 本当は、え、屈折何回してるか分かります皆さん。はい、行きますよ。はい、太陽の光入りましたと。はい、ここ空気中です。はい、ここでガラスの中に入ろうとしますから、ここで一回まず、屈折をします。はい、このまま行かずに、じゃこんな風にこう、バックせすると。はい、ガラスの中です。レンズの中。はい、じゃあここ。 はい、ここで、また、屈折をします。ガラスから空気中へ出るわけですから。ということで、2回屈折してるんですよね。はい、で、ここで屈折しますと。はい、まあ、こんなうに。はい、こうなりますよね。まあ本当はこうやって2回屈折するんですけど、まあ作図のね、時ってちょっとさ、細かく1、2とかさ、できないことも多いので、まあ こんな風に。まあ、ここでもね。えー、この先も、こんな風に書いていくことにしますね。こう、来て、ね、レンズの真ん中で、屈折して、みたいな。ね。なんか一回しかしてないように見えるかもしれないけど、一回、二回って屈折してますからね。ちょっと作図の都合上、こういう風に表しますので、ね、えー、ちょっと知っておいてください。はい。では、続いて。 今この太陽のね、光線についてやりましたが、まあ、身近なねえ、ろうそくの炎であるとかねえ、豆電球であるとか、まあ何でもいいや、ここに物体を置いた時にね、どうやってそこから出た光は突然像を通って進んでいくのか、このあたりもちょっとやっていきましょう。太陽はね、平行の光線でしたけれどもえ、こういったろうそくっていうのは、ここにこうあったらさ、平行の光じゃないですよね。 上行ったり下行ったら横行ったりってね、いろんな方向に光がさ、進むわけだよね。で、ちょっとそれについて見ていきましょう。さあ、これもね、えー、いろんな方向にって言って、そのいろんな方向をここに書いていくと大変なので、えー、全部でね、1、2、3、3つの光のね、えー、道筋っていうのを考えていくことにしますよ。はい、じゃあ行きましょう。えー、まず、はい、ソクあります。 はい、ろうそくあって、はい、一番。突レンズの真正面から平行な光を当てていきます。はい、真正面から。はい、ビューっと。はい、突レンズ来ましたよ。はい、来ましたよ。はい、ここで。はい、どうなるか。はい、屈折して。はい、こんな風に進んでいきます。はい、これが、えー、ここでいう丸一番。はい、一番。 一、はい、番、凸レンズの真正面から出る平行な光は、はい、どこを通るか。はい、ここです。はい、これ何かというと、はい、ここにもある、ここにもある、凸レンズに対して対象な二つの点がある。はい、これは、さっき出てきた焦点です。はい。ということで、一応書いとこうか。ここに。はい、こっちも焦点。はい、こっちも焦点です。はい、ということで、この丸一の光は、 ここ。焦点を通るよと。では次、2番目。突然図の中心を通る光。はい、突レンズの中心、ここを狙って。はい。今ちょっとここからしか出てないけど、本来いろんなところから出てるのね。ちょっとあくまでさ、えたくさん書くの大変だからね。はい、じゃあこっから、はい、中心を狙っていきます。はい、ぺーっと。はい、中心。はい、この先どうなるのか。これね。 こうなりますピシュッとこうやって進んでいきますこれが丸2ね「突然図の中心を通る光」っていうのはただひたすらまっすぐ進むはいということでここにはままっすすぐ進むが入りますはい続いていきます3番目「焦点を通って」 はい。焦点、ここですね。こっから焦点を通って突レンズに進む光。はい。こっから焦点をこうやって狙っていきます。はい、焦点を通って、えー、この後どうなるか。はい。これは、丸1の逆って考えるの。ちょっと見てね。丸1ってさ、こう進んでこうでしょじゃあもしさ、こっちから考えて、丸1。 これ辿ってってください。ビューっと、はい、焦点通って、凸レンズ入って、平行に進んでるでしょ。だから、この丸三番、これ丸三番ね。この丸三番も、焦点通って、凸レンズ当たったら、平行に進む。はい、ビューっと、はい、平行に進む。はい。これが丸三番です。焦点を通って、凸レンズに、 進む光っていうのは、はい、ここ、真横に進んでいきます。はい、この3番。はい、そうするとね、ここだよ。なんか、ね、3つの光が仲良くここを目指してたかのように集まってきました。はい、ここに、何か薄い紙とか、 置いてあげると、これが、スクリーンのようになってですね。はい、そこに、今これ、そく当てたでしょはい、そく当てたら、ここにね、そくの像。これはろうそくがここにあるわけじゃないけど、ここにあるように見える、像です、像。はい、ここに、そくの像ができるんですよ。これがさっき言ったこの一番、スクリーンに物体の像を、 映し出すことができる。はい。突然像を通った光が集まってできる。はい。その時の像を実像と言います。さあ、この実像は、この向きと、この向きとではどうなってますか同じ向きではないですよね。はい。物体、このろうそくとは、上下左右が反対の 像がここにでできているんです上下だけではありませんろうそくだと上下だけに見えるけれども上下左右が反対なんですよちなみにねこの上下左右が反対の像のことをえー、どうしようここに書こうかなはいここ倒立実像って言ったりします上下左右が反対ですから例えばさそうだな んじゃあさ、B を映したとするじゃん、はい。上下左右反対にできますかはい、B だよ。はい、まず、そうだな。ひっくり返して上下逆にしましょう。考え方はね、ここに鏡を置いてみて考えるとどうやって映ると思いますってそう考える。パタッと倒せばいいんだよ。はい、そうすると、こうなりますよね。これが上下。はい、さらに左右反対にしましょう。はい、そうすると今度は、 ここに鏡を置いて、ね、考えてみると、はい、左右反対だとこうなります。だから、B っていうのを、ここで映すと、はい、こっちに映る像は、はい、上下左右反対の像だから、これが映るわけ。OK。はい、そんな風になっているんです。では次は、このろうそくを、 いろんなところに動かしてどんな像ができるのかを考えていきましょう。ではホワイトボードをチェンジします。さあ、物体の位置によってどんな像ができるのか。5つ用意しました。この5つについて頑張って作図をしていきたいと思います。ではまず1つ目。この黒いポツポツ、これが焦点です。はい。 一番目、焦点距離の2倍の位置。はい、焦点距離、はい、これの2倍の位置に物体を置いたとき、どんな像ができるのか、やってみましょう。はい、いきますよ。どんな像をできるのか知るためには、二つの光線で大丈夫です。では、二つの光線を書くことにしましょう。 はい、じゃあ行きましょう。凸レンズの真正面から平行に出る光。はい、凸レンズに当たると、はい、この焦点をめがけて進むんでした、はい。で、このまま進めていきますよ。進めていきます。はい、これ一つ目の光線。はい、じゃあ二つ目いきます。二つ目は、凸レンズの中心を通る光。 はい、ここから、突レンズの中心目がけて、こうやって進んでいきます。はい、この後どうなるのか。はい、このまま、まっすぐ進むんでした。この先も変えていきましょう、はい。こんな風に進んでいく。はい、そうすると、ここで、光線が集まりますね。はい、ここに、像ができるんだよと。じゃあ、よく見ていきましょう。像の大きさ見ましょうか。像の大きさ。これ、2メモリです。 1,2と2メモリ振ってある。はい、こっちはどうか。1,2。同じで。同じ2メモリ。はい、ということで、像の大きさは同じ大きさ。同じ大きさの実像ができましたよと。上下左右、反対の実像でしたね。ここにできるのは。では続いて、像のできる位置。はい、像のできる位置は、ここにできましたね。 はい、これちょうど、これ焦点距離。焦点距離の2倍の位置に、この実像はできている。焦点距離の2倍の位置に物体を置いたところ、焦点距離の2倍の位置に、実像ができたということなんですよね。はい、ということで、焦点距離の2倍のところに、 この像はできたとさあこのね一番焦点距離の2倍の位置に物体を置いた時焦点距離の2倍の位置に実像ができたこれをね一つこれを基準と考えてください焦点距離の2倍の位置に置くと焦点距離の2倍の位置に実像ができるこれと他のものを比較していくって考えていきますはいじゃあ見ていきましょう 2番目。焦点距離の2倍の位置、はい、ここです。より外側に置いた。だから、焦点距離の2倍の位置っていうのはすごくね、上で1番でもやったけど、基準となっている感じがわかるでしょね、はい。焦点距離の2倍の位置ここだよ。それよりも外側に置いたと。上と同じく、 突レンズの真正面から出る平行な光を超えて描きます。はい、この後この光は屈折してこの焦点を通るんでした、はい。こんな風になります。はい、続いてもう一つ。はい、もう一つの光線はこの突レンズの中心を狙って進む光線。はい、この後はこのまま真っ直ぐ進みます。はい、こんな風に引きますと。はい、ここで 光線が集まったと。はい、だからここに像ができるんだよと。はい、像の大きさはどうなってますかはい、像の大きさは、こっち2メモリに対して、作図しっかりかけていればですが、2メモリもないことがわかりますね。ということで、焦点距離の2倍の位置より外側に置いた時というのは、像の大きさは、実物より小さい実像ができたと。 じゃ、像のできる位置見ていきましょうか。像のできる位置は、はい、焦点距離の2倍が基準ですから、焦点距離の2倍見ていきましょうか。1、2、はい。ここが焦点距離の2倍の位置です。焦点距離の2倍の位置よりも内側にできていますね。はい、ということで、像のできる位置は、焦点距離の2倍の位置の内側に、 実物より小さい像ができるということなんです。では3つ目。はい、今度は、はい、この物体を、焦点距離の2倍の位置、はい、2倍の位置っていうのが、1。ここか。これが焦点距離の2倍の位置ね。焦点距離の2倍の位置と、焦点の間に物体を置いたと。はい、この時どうなるのか。はい、見ていきましょう。 突然図の真正面から平行な光を引きます。突然図に当たると、屈折して焦点を通る。はい、こうです。はい、続いて、え突然図の中心を通る光線を書きます。はい、こうなって、このまままっすぐ進んでいきます。はい、そうすると、ここで、光線が集まりました。はい、ということは、ここに像ができると。はい、そうすると、像の大きさ、 こっち2メモリ。はい、こっちちゃんと作図できていれば2メモリより大きいですよね、明らかにね。はい、ということで像の大きさは実物より大きい実像ができたと。では、像ができる位置。はい、基準である焦点距離の2倍の位置。ちょっと確認していきましょうか。焦点距離2倍の位置が1、2。はい、ここです。はい、ここよりも外側に 像ができていますね。はい。ということで、焦点距離の2倍の外側でできたということです。さあ、ここまでどうですか ?1,2,3 と見て。絶妙な距離感がここに見えてきませんかは、どういう意味と。ちょっと説明しますね。はい。これが最高な距離感だとしてください。まあ、あるじゃないですか。なんか人と人もさ、まあ友達同士でもさ、なんかこうね。 あの、つかず離れずの距離感がちょうどいいなんていうのがあるじゃないですか。そんな風に考えてみてください。いきますよ。はい、これが最高な距離感。A 君、B 君、この距離が一番いいんだと。ね。はい、次いきますよ。はい、こっち。はい、A 君離れたぞと。ちょっと A 君離れましたよ。はい、B 君寂しいなと言って、この焦点距離の2倍の位置からちょっと寄っていく。こんな距離感で考えていけばいいんじゃないでしょうか。これが最高な距離感。はい、A 君離れたよ。 B 君寂しいからちょっと寄ってくるよって、そういう感じ。もともとここにいたのが A 君が離れることによって B 君がちょっと寄っていくと。大きさは小さくなります。はい、続いて。はい、A 君。A 君ね。はい、ここが基準だよ。はい、ここ。2倍の位置にいたのが、はい、ちょっと寄ってきた。ね。はい、B 君。はい、どうなるか。2倍の位置にあったんでしょはい、A 君寄ってきたから、おい,おいおい、ちょっと距離が近いよ。ということで、離れると。そんなイメージよ。 はい。で、近づいたらでかくなっちゃうと。はい。この123はそんな風なね、イメージで、もうイマジネーション大事ですから。そんな風に考えてみてください。じゃあ続いて。はい。今度は、はい。どんどんこれがね、近づいてきます。はい。ついに、はい。この実物が焦点の位置に来てしまった。はい。どうなるか。ちょっと見ていきますよ。出す光線は123と同じく。 突然図の真正面から平行な光が入ってきた。はい、ここで屈折して向こうの焦点を通るんでした。はい、続いて、突然図の真ん中に向かって入ってくる光線。はい、これはこのまままっすぐ進むんでした。はい、そうするとね、うまく作図できてれば、ごめんね、これ今ちょっとどうかな、フリーハンドだからうまくできてるかわかんないんだけど、これがさ、 この二つの線さ、平行になってしまって、平行ってわかるあの線路と一緒、ブーっとこのさ、二つの線路ってさ、左と右に超えてあるじゃんこれずっとまっすぐ進んで混じり合うことないよね。はい。これも同じくずっとまっすぐ進んで混じり合うことないんだよ。上みたいに、はい、見て、ここ、交点ってね、混じり合う点ができて、ここに像ができるなんていうのがあったけれども、これではもう混じり合うことがないんです。 だからそうです。これは像ができないんですよ。この123みたいに混じり合う点ができませんから像はできないということ。はい、これが焦点の位置にある時に起きてしまう現象です。 では続いて5番。ちょっとね、書くとこなかったんで、5番ちょっとここ消していいですかえ、ここにちょっと書きますね。はい、5番は、はい、こうです。はい、いよいよここまで来ました。焦点距離の2倍の位置から物体が始まり、離れたり近づいたり近づいたりして、いよいよここです。焦点と突レンズの間に物体がやってきました。ちなみにね、え、これが基準ということだったから、焦点距離の2倍の位置確認しておきましょう。はい、1。 はい、ここですね。はい、これが焦点距離の2倍。で、今、物体があるのが、この焦点と、この凸レンズの間にある。さあ、作図をしていきましょう。凸レンズの真正面から出る平行な光。凸レンズに当たると、向こうの、えー、焦点を通っていくと。はい、続いて、凸レンズの中心を通る光。はい、これはこのまま、まっすぐ進んでいきます。はい、そうすると、 なんだこれもできないじゃんと4番と同じじゃないですかとねできないよって思うかもしれませんがこっちにはできなくてもこここでビューッと伸ばしてビューッと伸ばしていくと。 ちょっとごめんね、これ作図。えー、みんなが書いたのと違うかもしれないけど、ちょっとうまくこう書いてみると、どっかで混じり合う場所、左側にありませんここにね、巨大な、まあ、巨大かどうかっていうかまあ大きい、このね、実物よりは大きい、像がここに出現する。だからみんなは、こっちから、こっちから、この突然ズを見ると、向こう側に、 大きい、この物体の像を見ることができるんです。あれこれってそれじゃないと。そのそれって何か。そうですよ。これって、虫眼鏡ってこうなってません虫眼鏡で見ると向こう側に、実物より拡大された像が見えますよね。これがまさにその仕組みです。こっち側には、 ま、つまりスクリーン上ね、こっちにスクリーンを置いても映ることはないけれども、向こう側に大きな像ができる。だからこの1番と、さっきまであったこの2番と3番とはちょっと違う像だよね。ということで、まず像の大きさは実物より大きい。そしてこの像のことは実像とは呼びません。この1番や さっきまで2番書いてあったけど、1番や2番や3番で出てきた像とは違うからです。違うよね。だってこっち側にさ、ね、光を当てて、左から光線が出てきて突然図で屈折してできた像ではないですよね。はい。物体と同じ向き、この物体と同じ向きにできる、物体より大きな像を、虚像と言います。像のできる位置は、 物体と同じ側にある。こっちにね、紙を持ってきてスクリーン代わりにしても、スクリーンには映らないけれども、物体と同じ側に、こっちから見るとね、大きな巨像が出現するよと。はい、そういうことなんです。ということで、今回は、凸レンズの働きについて、一緒に学んでいきました。